きました？はいはい。だが情熱あるのスピンオフ、うん、足りてる2人が6月18日から配信されます、うん、ああそうですよね。はい、もうね、春日さんとしずちゃんが主人公として、うん、6月18日春日さん主人公のだが平常であると、はい、しずちゃんが主人公のだが愛情があるという2話を放送されるということで、うんうんうん、見たかったやつですからね。本当に僕らもね、足りてない2人でしたからね。いや、そのお二人の活躍が足りてなかったんでね。そうなんですよ。これを見れば我々も足りてる2人になれるのではというねところでもあるんですけれどもはい、はい、あとこのニュースが出た時にですね、戸塚さんがコメントを出しているんですけれども、うん、はい、そのコメントが本当にね、戸塚さんのコメントというよりは春日さん自身のコメントのような、そこも憑依書きぶりが、そこにも愛情がありましたね。コメントに載せときます、はい